こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長。はい。生配信やりましたね。ワンミニッツ、ね、石田カクテルね、バイクス川崎バイクさんと一緒に、はい、でヨーロッパの若手陣の参加たちと、はい、ワンミニッツの石田カクテル、ね、この後ね、まとめたやつ作品だけ、1分間の作品だけまとめたやつが、今日の夜10時に更新されますんで YouTube の方で、はいはい、日曜日、はい、わかりました。はい、ぜひとも聞いてもらえればと思います。なるほど。はい、そちらのまとめで作品だけ聞くということもできますし、まあアーカイブでね、生配信の様子もなんか含めて聞いてもらえれば。アーカイブで出てるんですね。アーカイブで出てますね。なるほど、はい。楽しかったですね。なんかね、なんか、バイクさんからね、1週間に1回やってもいいじゃんっていう、そんなにかけるんだね、バイクさんって。すごいね。うん、1分なら1週間で1回いけるますよ、ね、やっぱ芸人さんってでもさ、自分でネタ書いてやってっていうのをもうずっとやってるわけだもんね。いやすごい、だ超人なんですよ芸人さんっていうのはね。ちょっと役者は楽してるな。楽してた。いやこんなこと言うとあれ、これ役者さんに怒られるな。そんなことはないんですけど、それ奥歯抜いたりする人もいますからね。いや、そういうアプローチする方もいらっしゃいますからね。ちょっと楽してるっていう言い方はちょっと失礼でしたけど、石田は楽してるな、あら、これを機にじゃあ生まれ変わって。週一は無理やな。でも週一ね。いやでもすごいなと思う、ネタをずっと書いてやるっていう。確かに、でもやっぱ1分ってやっぱ面白いな。今後なんかやっぱこう1分だとこうちょっとこうね、ひっくり返る感じのオチみたいなのがなんかそういうのが重要になってくる気がして、まあ1分ですからね。1分だからね、なんかそういうのを考えたりしてなんか楽しかったですよ。まあまたこれあるでしょう。またあるんですか。何その言い方、あれ。団長、はい。あれもういい、身内全員が乗り気やとは思わないでください。いや聞いてもらうよ、もう団長ずっと聞いてもらう。聞く方も大変よねそらね。いや聞く方なんてもう楽ですよ、書いてないんやもん。ああだからバイクさんでもすごかったね、全部 BKB で返してくれるっていうね。いやほんま、あんな裏で吐き気してんちゃうかな。いやでもバイクさんは本当にあれね、もうやってるからね、ずっとあれだけでイベントとかもやってるしね、即興でお題もらってとかで。いやだから僕ほんまね、 BKB さんと今野ブルマさんはえぐいと思ってるよ、ほんま。あーなるほど、マジでフリースタイルで BKB で言ったり、ね、チンコ謎かけしたり、そういうことよね。モンスターですよ、即興でね、で面白いもんね。いやすごかったよねバイクさんのね。いやすごいすごい、あれ実はその毎回っていうか、もう普段から僕普通にご飯食べに行ってる時もあれぐらいの感じなんですよ、バイクさんって。でも一緒にずっと喋ったり、ああいう感じで喋ったりするんですけど、でお芝居見に来てくださった時とか、ヨーロッパ企画見に来てくださった時も楽屋来てもらって、でやってくれるんですよ、その今回の劇の感想を。じゃあちょっといいですかって言って、それがまた素晴らしくてね。でももうああなってくると職業病でも何見ても BKB で考える脳になってんちゃうから。いやもうそうみたい、それは。だからそのラッパーが何でもインフンデマウント一緒でね、見たものと。でなんかバリっていうのがもうだいぶ楽って言ってた。バリ、めっちゃのことね。めっちゃのことバリ、とか、それは楽だからって言ってたよ。まあまあでもそれすごいけどね。すごいすごい、はい、というのは生配信見ていただきたいんですけど、団長どうしました？キャンプ行ってきたね、こちら。我々がね、我々二人で、鍋ちゃん、鍋島連れて、ヨーロッパ局のね、暗い旅のディレクターの鍋ちゃんと3人で、男3人でデイキャンプですか。はい、まあこれ僕が実はちょっとこうキャンプにハマってまして、というかハマってないです、まだ、失礼しました。キャンプ動画を見るのをちょっとよく見てて、なるほど。
まあまんまとですね、もう、うん、なんかおすすめ上がってくるんですよ、 YouTube とかか見てたらね、 YouTube マジックね、そう、うん、で、あ、キャンプかみたいな、まあまさにひろしさんのキャンプ動画とかですよ、うんうん、で見てたらなんかいいな、面白そうだなみたいな、焚き火とかしたいなみたいな、全く僕もキャンプとか行ったことなかったですし、あんまりする方でもないんですけど、うんうん、おーで、なんか団長がなんかいろんなキャンプ道具買い揃えてるんだみたいなことも言ってて、あのそれこそあれですよ、生配信、こっちよろで生配信した一番最初、みんなで おつまみ持ち寄ろうって言った時に、うんうん、団長が部屋の中であの大失敗扱いされた配信ねあれ大失敗、うん、大失敗の、あのカクテル飲もうって言ったのに、まあまあおつまみやったんやけどね、まあ正しかったんやけどね、うん、実は、うん、そういうことじゃないんだよって僕が言って、うん、まあまあそれはいいんだけど、で美味しそうに、なんていうの、メスティンっていうね、うん、あれはなんていうクッカーっていうんですか、まあメスティン、まあそうですね、クッカーって、まあ、昔いう飯盒炊飯、飯盒炊飯、うん、うん、やもんですね、飯盒みたいなね、うん、道具ですよ、あれでなんかこう作ってて、ご飯みたいな炊き込みご飯とかを作ってて、でそれが僕結びついたんですよ、そのキャンプ動画を見てて、うん、ああこれかと、4月、うんうん、5月ぐらいに団長がなんかやってたのは、うん、そうなんです、このキャンプの道具メスティンというものなのかってそれが欲しくなって、僕も、うん、というかキャンプに行きたくなりまして、で団長、はい、多分キャンプ行きたがってるな、あの猫鳴いてますけど、うん、キャンプ行きたがってるなーっていう感じがしてたんで、うんうん、で団長を誘ってみたと、うん、で行こうと、そうですね、ね、団長に車出してもらって、はい、そして鍋ちゃんと3人で行ったんですけど、団長が本当にすごかったの、キャンプ道具一式もう揃っててね、うん、ただ全部初めて使うっていう、いや本当にあのびっくりしました、これが僕はもう団長がそういうね、4月5月ぐらいだったじゃないですか、あれが、はい、だからこの夏、まあ自粛が明けた途端にソロキャンプっていうんですか、うん、そういうのを結構やってるんだろうなと思ってたんですよ、はいはいはい、でなんかキャンプ道具とかも全部ありますと、僕は何を持っていけばいい団長って聞いても、うん、もう手ぶらで来てくださいと、うん、もうそれぐらいうちは揃ってますんでみたいな、うんうん、なんかもうキャンプね上級者ぐらいのもう山男としていや本当に任せといてください、うん、手ぶらでいいですよ石田さんはみたいな、うん、何もいりませんよみたいな、うん、お頼もしいなと思って、で、まあ、車団長に出してもらって、で奥琵琶っていうんですか、奥琵琶湖、うん、奥琵琶湖キャンプ場 ね滋賀の琵琶湖の奥の方に行って、うん、そしてあの荷物もういろんなもん揃ってたんですけど、もうなんて言うんですか、キャンプギアっていうんですか、はい、出すもの出すもの、サラピン、もう綺麗なあの不思議に思って団長に聞いたら、うん、キャンプ初めてだったそうじゃないですか。そうなんですね、あそこの現場で一番キャンプしないの僕かもしれないですねいやいや、いや僕ももちろんしてなかったんやけど、まあ、全員キャンプ初心者やったよね本当に。いや俺団長は行ったことあると思ってたんや。行ったことある側はしてるんですけど、うん、全然初めてだから大したもんで網がなかったりトングなかったりしたでしょ。トングなかったりとかさ、うん、いろんなもの揃ってる、もう完璧、いろいろ完璧に見えるんやけど、うん、やっぱ細かいとこが、細かい、あれトングないのみたいな、うん、石田さんがやっぱ60回ぐらいトングない、うん、網がないって言ってましたけどねいや網がない、網がないのはやっぱびっくりしたよ。やっぱだそのもう一つにちゃんと網付きのバーベキューセットみたいなの持ってたから、 それがね、そうそう、うん、片方の焚き火台にはその網なんていらないぞっていうね。そうでも後々ね分かってきたんやけど、本当になんていうの、薪に直接そのねクッカーっていうかその飯盒とか置いたりとか、うん、そういうのでいけるんだね、うん、そうなんですよ。だからそんな網とかで、その僕が言いたいのはバーベキューじゃないんだぞってことなんです。僕が言いたいのはそうなんだよ。我々は、うんうん、
炎を焚きに行っとるわけやから、俺もずっとバーベキューしてたんだよね。そう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 、うん、そうじゃないと。そうなんですよ、薪をくべるんだと。そうそう、ただ、うん、石田さんが買ったステーキをバーベキューで焼いたのが一番美味しかったっていうこの話うん、やっぱ BBQ に勝てないんだなっていうのが一つ、うん、ありましたね。いやでも鉄板とか持っていきたいね。次はなんかものすごい雑音ちょっと待って、僕が大丈夫、大丈夫ですか猫に奪われた、いろいろジャリ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 言うさけど大丈夫ですいや本当に楽しかったな。でも楽しかったですね。まあ、一瞬ガスバーナー使ってる時に石田さんが葉っぱくべて僕のガスバーナーが大暴走した時は死ぬかと思いましたねあれはやったいかんね、しまったかんやつ、素人のね、ガスバーナーでブワー燃やしてやってる時に一番燃える枯葉をブワーって入れた、うん、大暴走しましたからね、あれほんま死を団長がそれはいかんのよそれはいかんのよそれをやったらあかんのよって言ったからね。うん、そのまね、ちょっと前にそれをやってたよね、鍋ちゃんと。そう。一回も味わってんのよあれ。それ俺知らなくてそれを。一回こすってるとかやから。それあれほんまね、時代が逆行したこと言うけど、ほんま鍋やったら殺しましたよ本当に。グーで。後輩やったら。後輩だボコボコにしましたよ。先輩やからまだ。先輩やからね全然あれやけど、後輩やったらその暴走した火を向けてましたよ。あとでももうダメちゃんがさ、団長がせっかく買ったあの耐熱手袋、はい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 、もう絶対に熱くないっていう耐熱の牛革の手袋、牛革の手袋でしょう、ね、それを持ってあの火にかけたそのクッカーの、はい、アルミの、アルミの持ち手を持った瞬間に、はい、熱っそれ以来牛革に手を通さなくなるっていうね団長捨てたからねその牛革、うん、あんななんかもう弦割りでしょ暑かったなあの牛革は。いやだからもう僕はあれで学んで、うん、次は溶接用の手袋を買おうと思ってます。いやそうね、いろいろそうやって学んで、またちょっとあのこっちのキャンプ、開催されると思いますんで、あれやね、リスナーさんとのキャンプとかもしたいね、もしあれったらグルキャンね、グループキャンプ、うん、いやーちょっとこちら今キャンプハマっております。キャンプブームで、はい、やっていきましょう。ございました。はい、ちょっと初心者なんで本当に、はい、俺だってもうあのちょっと自分のさバッグ持ってってさ、はい、そのバッグトートバッグで行ったんやけどさ、そのトートバッグがその、うん、何焚き火してさ煙臭くてさ、すっごくて、はい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 、もう匂いがなかなか取れんくてすごい嫌でさファブリーズかけまくったからね。あのだから焼肉持っていくよりも気をつけないと、うん、気をつけないと焚き火は、うん、うん、それぐらいまだ全然その甘いというかさ、その確かに、うん、焚き火で臭いっていうのが嫌やなって思ってるっていう、いやあれをいい匂いと思うようにならんとやっぱり勝てないですよね。そうよね、本当にね、うんうん、まあまあちょっと機会があればまた行きましょうまあでもこっから冬で寒くなるからもう行かないだろうけどね。じゃあ寒くなればなるほど焚き火の嬉しさが増えるっていう説ありますからね、うん、あるけどね。いやでも無理やろな。で僕はもう来週中にソロキャン行ったろうと思ってます。お、で行く、はい、ちょっとそれは行ってきてください。それはあのご報告待っております。はい、こっちよろでちょっとご報告してください。朝昼晩カレーヌードル食べようと思ってます結局ラーメン一番うまかったもんな。結局ね、石田さんの作ったチャルメラが一番美味しかったな。チャルメラうまかったなあれな。その後鍋島が生米入れてほんま汚い飯汚い飯ほん、ま、食えたもんじゃなかったあれ。野良猫もまたいで歩くと言われてる書くやつ、あの猫がもう書くやつ、あの土バー書くやつ、バーオブスと思ってこうね、うん、蓋するやつ食ってたな。食ってたもんな。食べてたけどね、ラベちゃんは。はい。はい、じゃあ行きましょう。カクテル恋愛相談室。香水、香りか。はい。好きな香りね。好きな香り。たくさんメッセージありがとうございます。行きましょう。はい。
ラジオネームハートフィールド。ほ、石田さん、ダルさん、こんにちは。2回目の投稿です。ありがとうございます。ハートフィールド、私の好きな香りは枕の香りです。ほう、中川春樹大先輩と同じ大学に通っていた3年生の時の頃です。ほう、当時付き合っていた彼女がいました。なるほど。石田さんは以前のラジオで髪の香りは香水の香りと言ってましたが、うん、私の彼女の髪の香りが好きでした。私は彼女の髪の香りが好きでした。彼女の髪から漂う甘い香りは、うん、いつも私を幸せな気持ちにしてくれました。しかし男女の仲はうまくいかないものです。残念ながら彼女に振られました。あら、暗鬱とした気持ちで下宿のベッドに、こもっていると枕から彼女の髪の香りがします。うわ、その甘い香りに怒りが湧いてきますが、悲しいかな、その顔残りがにすがっている自分を思いました。結局寝具を選択することなく、彼女の残りが消えるまで枕の匂いを嗅いでいました。うわ、あれから 3,4 年経ちましたが、新しい彼女はまだできていません。おい、まあ、枕捨てろ。枕ずっと匂ってるやつ、そりゃ彼女できんよ。できないよそれは。うーん、うわー、ちょっと、いや、そのハートフィールドは若いね。大学そこから3年やから25、6じゃない、今24、5か、20代ね、こう中盤ぐらいだね。いやー、そうか。でも湧いてくる怒りを大事にして。でも分かる、その彼女の枕の匂いとかすごいドキドキするっていうの分かる。残りがに、なんか女の子が自分の布団で寝たりして、うん、で帰ってって、うん、その後のその匂い、自分の布団に一人で入った時の匂い、うん、で分かる。思ってるだけで自分の体臭じゃないの。いやいやいや、完全に女の子の匂いやろ。ほんまに完全に女の子の匂い。完全に、それはそれは完全なる、うん、あ、そう、うん、自分の匂いじゃない、お母さんの匂いじゃなくて。お母さんじゃないよ。あ、そう。お母さん、うわー、ハートフィールド頑張って。いや、頑張ってほしい。おい、ちょっとまた、うん、ハートフィールドの恋もね、応援していきたいです、私たち。そうだね、うん、応援していこう。じゃあ次行きます。はい、石田さん、ダニオさん、こんにちは。ヤーミです。お、ヤーミ、ヤーミさん、お題の好きな香り、異性の好きな香りですが、うん、残念ながら旦那からは香りではなく年がら年中汗の匂いしかしてきません。あ、でもなぜかその匂いを出会った当初から嫌だな、臭いなと思わなかったのが不思議なところです。私にとってはそれも香りになっているのか、はたまた私の鼻の機能が麻痺しているのかということでございます。いや、でもね、汗の匂いが嫌な汗の匂いか、なんか、うんうん、この汗の匂いなんか、あ、いいねっていう人もいたりするよね。まあ、その何の汗かにもよるしな。まあね、あ、でもいいじゃない、この旦那さんの香りが、汗の匂いが嫌じゃない、嫌いじゃないっていうの、臭いなと思わなかった。他の男性の汗はね、臭いと思ってたんかもしれんからね。いや、そうよね、絶対それはあると思う、うん、その匂いで決まる恋もあるんですよ、やっぱり。思うそれは。なるほど、人妻でしたか。闇ね、闇さん、いや、いいじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。次行きましょう。汗の匂い好きっていうの嬉しいね、女性が。いや、そうよ、全員がそんな年と思ってる、うん、俺は。いや、そうよね、嬉しいよね。、うん、これは。次行きます。はい、石田さん、ダルさん、こんにちは。ピコの飼い主です。ピコの飼い主、ありがとうございます。好きな香り、うん、アロマの勉強を少しだけしていましたが、ほう、その中でも気持ちを落ち着ける作用があると言われているラベンダーとか、すっきり爽やか柑橘系は普通に好みです。ほう、あとはフランキンセンスです。へー、あ、さすが、なんか全然わからんもんね。アルマ、香りは体調でも感じ方が違いますし、本当に奥深いなと思います。でもわかる、体調が良くないといい香りだなと思えないもんね。香水とかは体調良かったらもう香水とか、うわ、なんか臭いなとかなるもんね。苛立ちとかね、精神面でも違いますよね。イライラする時とか臭っとか思いますもんね、どんな匂いでも。わかる。はい、あ
と、まあ、あとバターの焦げる香りとかキャラメルとかバニラとか甘い香りも大好きです。あ、わかる。その食べ物の匂いっていいよな。そう、バターの焦げる香りなんかもいやー、たまらんなー、バターは。いや、もう蚊取り線香あの匂いにしてほしいもんな。いやあ、でも蚊取り線香あれはあれで嫌いじゃないけどね。あ、そう、今すごいフレーバー入りの蚊取り線香出てますよね。あ、あるんだ。うん、それこそラベンダーの香りとか、バニラの香りさ、あれショックじゃなかった？バニラエッセンスの存在知った時。え、どういう意味で？バニラアイスって、うん、あの匂いつけてるんやって思わんかった？ああ、黒い点々みたいなの入れて、うんうん、それバニラエッセンス、あれが甘い香りになるっていう。だから、はいはいはい、バニラアイスだけでは、うん、あの甘い匂いはせんのやっていうのを、うん、なんやろ、小学校年長さんぐらいになって知って、もう驚愕やった。ショックというかさ、そんなことがあるんや世の中には、みたいな。あ、信じてたあいつはあいつじゃなかったんや。いや、まあそういう、うん、嘘でしょみたいな。むちゃくちゃバニラ好きやったんですね。いや、好きバニラアイス、うんうんうん、一番そんな別にバニラアイスに思い入れないから全く共感できんかったもん今。あ、本当？俺今でも思ってんのに、うん、嘘やろっていう、このこっからは何もせんのかみたいな、このバニラアイスだけではみたいな。牛乳牛乳からは全然あかんのかと、うん、そう、あのバニラエッセンスっていうのが大事なんだなみたいなさ。でバニラエッセンス自体は甘くないっていうさ、うん、もう訳分からん。そんな熱く語るバニラエッセンス。いや、これは結構めちゃくちゃ強い思ってるやん。いや、思ってる人多いと思うけどな。バニラエッセンスじゃ甘くないことはもうええやん、別に。匂いだけでええやんと思うけど。不思議なんだよな、あれ。へえ。家庭科の授業の時に知ってさ、びっくりしたよ、これ。騒いでんの医者さんだけでしょ、でもそれ思い返したら。本当に？いや、みんなで大騒ぎした覚えあるけど、嘘やーみたいな、先生に。この嘘つきって。愛媛の小学生は可愛いな。小学生、家庭科の授業でやったんよ。覚えてるわ。はい、なるほど。まあ他のメッセージいきますよ。はいはい、エリリン、エリリンさん、ありがとうございます。はい、医者さん、大丈夫さん、こんにちは。トークテーマ、好きな香り、はい、香りというか匂いがきついものは苦手ですが、フローラルとかムスク、ソープ系の香りは好きですね。食べるのは大好きな柑橘系ですが、香水やフレグランス、洗剤となると苦手です。うん、男性の香水も好きですが、清潔感のある香り限定ですかね。うまく言葉で表現できませんが、昔よくあった鼻につく濃い感じの強い香りは苦手で、ブルカリのブラックのようなスパイシーなやつか、ブルーのような爽やかなやつがいいですね。おー、なるほどね。なるほど、確かに。何なんだろうね、その芳香剤とかさ、ああいうトイレとかお風呂の、うん、こうそういうのに使うああいう香りと、そのやっぱり高級、うんうん、香水の香りがやっぱ違うっていう、あれは同じようにはできないもんかね。なんなんやろね。なんかやっぱ全然成分違うんかしら。まあめちゃくちゃ高いもんね、香水って。高いやつは、高級なやつは。まあ確かに。あれ本当にそんなお金かかるのかね。でもだからそのエロくする匂いとか入ってんじゃない？ああ、そういうことか。異性を興奮剤がちょっと入ってんじゃない？美薬なわけか、あれは。なるほど、なるほど、ちゃうやろ。でも確かに、でもトイレの芳香剤なんてもう匂い濃ければ濃いほどええけどな。あ、そう、うん、だって芳香剤なんやもん。でもなんかあんまトイレに芳香剤とか置かんな。あ、そう。芳香剤ってわけじゃないけど、水が青くなってるとすごいドキドキする、僕。ああ、なるほど、ね。生水じゃなくて青くなってると、なんか知らんけど。はいはいはい、あれね。ええとこの家やなって気がする。ええとこの家な感じするね。確かにね。はい。次いきます。はい。ラジオネーム、石田派閥の勝。ありがとうございます。都の団長、こんばんは。トークテーマの好きな香りですが、はい、今は一人暮らしの生活なので基本的にシャワーで済ませるのですが、
以前お付き合いしていた女性からバスソルトという入浴剤のようなものをいただいたことがあります。ジャスミンの香りのするバスソルトでした。自分では買わないアイテムなのですが、使い切れずまだ残っています。久しぶりに使ってみようか。当時のこといろいろ思い出しそうです。バスソルトってあんまよくわからんくてさ、あれってあのバスクリーンとは違うんだよね。そのバブとは違うんだけど、バブとは違うんだよね。そのなんかさ、だいたいさ、ああいうお風呂に入れるもんってさ、なんかちょっとこうマッサージ効果があるというかさ、なんかシュワシュワしてね、シュワシュワしてちょっとこう、うん、温泉成分が入ってますみたいな感じ。はい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 。バスソルトっつうのが、まあまあ言ったらお塩ってわけじゃん。あれな、何かあるのかね、その体にいい成分が。さあ、バスソルトを僕装備したことがないな。バスソルトね、いただいたことあったりするんですよ。でもなんかゆったりバスとかね、いろいろ書いてますけどね。あ、でもやっぱミネラル成分があるからすごいお肌ツルツルになったりするのか。あ、なんかエッセンシャルオイルとか含まれたりしてるんじゃない。あ、そっちか。なるほど、美肌効果か。多分分からんけど、それっちだ。あー、でこうポカポカするみたいな。あ、全然バスソルトも同じようなことか。あ、でも確かにお風呂入るとき、僕もシャワーばっかりけど、湯船入るときは絶対にバブ的な入れたくなる。うん、あ、わかる。ちょっとなんかあの普通のやつで入ってたらさ、ちょっとしたらなんか臭くなるんだよな。うん、でどんな汚れてるんですか普段。いや、何仕事してんの。なんかヘドロ泳いでんの。ヘドロ。あれ俺臭いんだなみたいな思うときあるからさ。へー、まあでも。そうそうそう、私なんかお得な気持ちになる。もうせっかく湯船に湯ためるんやったら、そうね、よりお得にいったろかいってなる。でも最近結構湯船ためてるな僕。あ、そう、うん、お風呂が結構ためんな。広くなったからちょっと引っ越して、うん、まあ、気持ち、結局気持ちいいからな湯船入ると。最高ですよ、気持ちいいですよ、うん、私、うん、なるほどね。いいじゃないですか、バスソルトの香りも。バスソルト、はい、次いきます、はい。石田さん、男女さん、こんばんは。やとばしです。やとばし、ありがとう。今回テーマ、好きな香り、過去通算3回目。はい、あれ髪の3回目らしいです。そうなんだ。はい。やってるね。うん、でも半年経ったらもう前のはなくなるシステムよ俺ら。そうしよう、うん、それでいこう。何回同じのを初めての感じで行くって感じで行きます僕らは。はい、その感じとお願いします。髪の長い女性の場合、うん、退勤後のデートで、言っていた髪を下ろすと職場の匂いがすることがあります。うん、休日のデートにはない楽しみで、職場がケーキやパン屋などだと甘くいい香りがして好ましいです。お、介護医療系の職場だときつい匂いのこともありますという。うーん、なるほどね、職場のね、はい。うん、そんないろんな仕事の人と付き合ってんのやと思って今まで。でもパン屋さんの、確かにパン屋さんで働いてる女の子とかパンの匂いして甘くていいやろうな。確かに他弁屋のね、うん、エロい人妻とかやったら揚げ物の匂いしてドキドキするやろし。何それ。それいいかな。おもろいけど。おもろいけど。はい、ありがとうございます。はい、次いきます。最後ですかね。はい、ラジオネームのタイムリエラー。はい、トークテーマ、好きな香り。うん、異性の好きな香りだと私はタバコや汗の匂いが浮かんでしまいます。おお、なるほど、もうそっちだ。タバコ吸う人と付き合ってた頃は自分の服に残ったタバコの匂いからその人のことを思い返して寂しくなったものです。汗の匂いに関してはランニングしながら近くを通り過ぎた男性のいい汗や、うん、汗に反応してる香る洗剤の匂いについドキッとしてしまったことがあります。おー、なるほどね。なんかエロいメーカー。これはちょっとメンヘラじゃないですか。そんな言うたら。そんな言うたら。最初の枕と一緒やん、別に言ってること。タバコの香が好きでさ、タバコの匂い、まあそうやな。
だからそのタバコでその彼氏のこと思い出すってことでしょ。そうね、マクロと一緒だね。うーん、メンヘラ体質だね。確かに匂い思い出しは私もそういうところあるかもしれないね、はい、最近だと好きな人が好きと言っていた香りのものを受け売りで買ってしまったり、買ったところでその人に会う機会がなくてもったいぶってしまい、なかなか減っていかないです。なるほど、わからんでもないですよ。まあ、香りが好きなんだろうね、こんだけ、言ってるってことは、これね、特定マンしてるってことは確かにそうでしょうね。うん、匂いが好きなんやな、石田さん。いや、匂いのことがすごい好きなんだと思うわ。で、基本的に僕ね、でも鼻炎というか、まあ、アレルギー持ちでさ、花粉症で鼻詰まってたりしてさ、うん、あんまり匂いあんまり分からんのよ。その敏感ではないのよ、うん、はい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 、うん、匂いに対してね、うん、匂いに対してだからそんなにこう、うわ強い香り嫌やなとかってならないんやと思う。ほのかに香るから、基本的に。うん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 、うん、そういうことなんだと思うわ。なるほどね、うん、だから匂い好きなんやと思う、うん、確かに匂いね。ちょっとお風呂かな、トークテーマ次。ちょっとお風呂の話盛り上がったし。どっから洗うってことですか。古いセクハラ、古いセクハラお風呂時間、皆さんのお風呂時間のなんか、お風呂ってね、もう本当入るのめんどくさいなと思うもんね。いやー、うん、あれこそほんま入るまでめんどくけど入ったら天国っていう、分かりやすいことないですよ ね。ほんまにね。でも子供の頃本当お風呂入るのにめんどくさがってたな。いや、面倒やった。部活始めてからはもうお風呂好きになったというか、まあお風呂すぐ入るようになったな。だから中学校高校の時はもうドロドロなるもんな。確かに、そう、風呂入るしかないというかさ、その風呂に入るの嫌がる隙もないというかさ、自分に。なるほど。もう汗だくやからさ、汗だくでギッピシブシで帰るからさ。ただ僕の場合ラグビーやってたんで、うん、ドロドロなるけど、ラグビーやっぱ地面で転げ回るから、うん、よう怪我とかするんですよ。はいはい、すりむいてタックルとかしてされて、うん、その時はどんだけ泥だらけでドロドロでも、その日は僕風呂入れなかったですね。もう風呂入ったらジュクジュクなるんで、うわ、治りが1日経ったらカッサカサなって、もうなんていうんですか、かさぶたになるから治りが早いんですよ。本当はでもかさぶたにするよりかはちゃんと洗って消毒してっていう方が、いやもうその次の日もまたこっちはタックルするわけやから、そっか、一日でも早く固くしとかんと、うん、傷跡とか残ったりするんやけどね、嫌なんですよ。もうその傷跡残るとかどうでもいいや、もうとにかく治癒、痛い方が嫌そうやな、うん、早い治癒を促したい、早くそのちょっとでも熟ってんのがない方がいいから。そっか、うん、お風呂の話、はい、お風呂の思い出、はい、いいじゃないですか。恋人と一緒に入ったお風呂でもいいですし、狭い中一緒に入ったりするんやろうしな。あの家族風呂みたいなやつ、温泉のあ、違う、ワンルームでさ、大学生がさ恋人できてさ、初めてやりたい、男がさ初めてさ恋人できた時にやりたいなと思うと、お風呂彼女と一緒に入るってやりたいと思う。あ、思わんあれ本当に。ラブホテルとかで大きいお風呂入った時にうわ嬉しいなってなるけど、その大学生の時とかにさ、そのなんていうの、あのユニットバスとかの狭いところに入って何にも楽しくないなみたいな、そういう思い出とかないんかな。あ、体全身くまなく洗ってもらいたいとは思うお父さんやお風呂の思い出お話、お風呂の話聞かせてください。はい、といったところで今週以上です。また次回も聞いてください。さよなら。さよなら。